星さん、こんにちは。こんにちは。星さんはですね、7日間シングルプログラムをこう購入されて、実践していただいているわけですが、はい、この7日間シングルプログラムを実際に実践してみて、どのようなご感想をお持ちでしょうか。お聞かせいただきたいんですけども、はい、まず、プログラム全体に関して、はい、どんなふうに。まあ、一言で言うと素晴らしい、ね。ありがとうございます。なぜかというと、うん、はい、結構その世の中いろいろこういった教材はあるんですけど、うん、はい、みんなスイング論なんですね。こういう風にスイングしなさいっていう教材なんですよ、はいはい。でもそれって実はその生徒さんに合うかどうか分からないですよね。でも小原プロの素晴らしいところは、はい、結構腰から腰のスイング、うん、肩から肩のスイングっていうのをこういうポイントを気をつけなさいっていうわずか3つか4つのポイントだけ気をつけてやることによっておの、うん、ずとその人に合ったスイングができていくっていうアプローチ、うん、そうですね、これが素晴らしいんですよ、うん、だからどんな人にも役に立つんです、うん、従来のやつはその先生のスイングにフィットする生徒にしか役に立たないじゃないですか。あ、なるほど。そこがですね、うん、素晴らしいと思います。うん、そうですよね。自分のコーチ側の自分の、はい、まあ、僕の理想とするスイングっていうのはあるんですけども、はい、まあ、僕の理想とするスイングを、生徒さんを一人一人、まあ、例えば、10人いたら10人に僕の理想を、言っても、はい、やっぱり合わないんですよね。合わないですよね。ゴルフの、本当にこうプレイヤー全員に共通してやるべきことっていうのは本当に少なくて、はい、でもその少ないそのポイントを抑えれば、はい、間違った方向に行かないんですよね。そうですね。うん、だから、もしかしたらこのプログラムをこう実践された方の中には少しこうポイントが少なすぎて逆に物足りなさを感じる方も中にはいらっしゃるかなとも思ったりもしたんですが、はい、その辺は星さんはいかがですか。いや、全くそんなことはないですね。あ、そうですか。実はとっても難しい方です、うんうん、私は、うんうんうん、特に腰から腰、シャフトの向き、ベースの向き、うんうんうん、前傾を維持し、手とクラブのなす角度を維持し、うん、などと言ってですね、それを、きちんと守って、うん、で体の回転を中心にスイングしていく、うん、そして球を狙ったところに運んでいくというのは、うん、とても難しいことなんです、だと思うんですけど、うん、でも逆に言えばそれができてしまえば、うん、あとは応用じゃないのかなと。フルスイングにしろ何にしろ、まあ、ドライバーだって打てるし、フェアウェイウッドだって打てるし、ロングアイアンだって打てんじゃないのかなと思うんですよ、うんうんうん、で事実片山慎吾プロのとか、はい、多くのプロは、はい、その腰から腰の練習に、まあ、やっぱりシーズンオフは、まあ、非常に注力されていると。そうですね、伺ってるんで、うんうん、それぞれゴルフの本質ではないかというふうにですね、うんうんうん、まあ目から鱗でした。うん、そうなんですよね。意外と知ってる方は知ってるんですけども、知らない方もいらっしゃって、ビジネスゾーンって言って、この腰の高さから腰の高さまでのスイング、はい、このスイングっていうのは本当にトッププロでもとっても大事にしていて、やっぱりその小さいスイングですけども、星さんがおっしゃられたように、ポイントも実は本当に少なくて、まあポイントはいくつだって言われたら、まあ2つ3つぐらいのポイントですよね。でもそれを本当に的確にビシッと正確に本当にやろうと思ったら、はい、これはなかなか難しくて、簡単のようで簡単ではないところは確かにありますよね。はい、そうですね。でも実際それをマスターしたら本当にこう今日昨日ゴルフを始めた方、本当の初心者の方でもこうシングルとか、まあプロって言ったらちょっと言い過ぎですけども、はい、トップアマっていうのはアマチュアの方でもすごく上手な、はい、そういったアマチュアゴルファーになるこう基盤ができるというか基礎ができる、はい、そういったものだと思うんですよね。またその腰から腰、そして肩から肩っていうふうに少しずつ進んでいくっていうのもまた、僕としては、すごく大事な点なのかなと思うんですが、はい、星さん、このビジネスゾーンの練習、そして肩から肩、はい、フルスイング、僕の練習方法っていうのはこう小さいスイングから大きいスイングでステップを踏んでいくわけじゃないですか、はい、やっぱり練習していてこうやっぱり大きいスイングをたくさんやりたい、
短いスイングを、こんな風に時間を割いてやるのは、少し退屈だななんて、そんな風に思ったことはないですか？そうですね、昔の私はそうでした。ドライバーばっかり練習してましたね。でも今なら分かります。だからうまくならなかった。ちなみに今の星さんの、はい、平均スコアは大体おいくつくらいでしたっけ？まあ、80代前半では生まれてると思います。以前の星さんは、まあ、100は切ってましたっていう感じです、ね、そうですよね。やっぱりそこからビジネスゾーンの練習、ベタ足で肩から肩の練習、はい、そういう基本練習を重ねていくっていうことはやっぱりすごく大事な、はい、ことだと思うんですけども。そうですね。星さんの これからのこう目標っていうのは？あ、もうそれはもうハンディキャップゼロを目指して。あ、素晴らしい目標ですね。バラプロの指導もいただきながらですね。そうですね、まあ、そのためにはやっぱりこういうビジネスゾーンの練習、肩から肩、はい、一見こう上級者の方はやらないような練習だと思うんですけども、だからこそそういう練習取り組むことが上達につながると私は信じているんですけども、はい、ちなみにですね、星さん、このシングルプログラムを購入されるときに、はい、料金についてはいかがでしたか？あ、まあ一般的ですね。他にもいろいろこの手のものありますが、そうですね、大体似たような金額かと思います。料金に対してじゃあ内容は満足いただいているということでよろしいでしょうか？で、いろいろと特典も確かついていたと記憶しておりますしね。非常に良心的な価格だと思っています。ちなみにですね、もしこのシングルプログラムをリニューアル、はい、するとするなら、何かこういうふうにもっとしてほしいなんていう点はありますか？今のままがいいですね。あ、そうですね、ありがとうございます。そういうふうに言っていただくとありがたいです。あと、うん、本当に私が感謝しているのは、スイングがおかしくなった時に私の、腰カタカタやれば元に戻るんです。だから帰る場所ができたっていうのがものすごく僕の中ではありがたいです。あ、そうですね。こう調子を崩した時にこの練習をすれば、調子が戻るとか、はい、そういった自分の家ではないですけども、まあ、そういう自分の基準となる練習方法が確立されてるっていうのはすごく大事なことですよね。やっぱりアマチュアゴルファーの方っていうのはこうどうしても今週発売された雑誌を読んで、それを試してみて、まあ良ければいいですけど、まあ1週間くらい経つとうまくいかなくて、また次、また次、そうですね、まあこう自分のものがどうしても持てなくなってしまう、はい、そういった自分のものを確立する上でもやっぱり、このプログラムっていうのはこういい内容になっているんではないかと自分でも思ってるんですが、はい、いかがでしょうか？本当にだからボリューム的にも適切ですし、はい、いや本当に本質だけに絞った、は素晴らしいコンテンツであると。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、それではですね、星さんに、最後、もう一度ですね、一番初めて、ゴルフをこのシングルプログラムを始めた時の、平均スコアは100を切るぐらいだったということなんですけども、はい、もう一度最後に星さんの今後の目標、最終目標をお聞かせください。もうスクラッチプレイヤーです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。